そういうわけでね、いきなりではありますが、ソニーの ZV-E10 を導入しました。まあどうなのよっていうところでね、まずこれも Vlog カムなんて名前だけど、Vlog 撮れんのっていうところでね、まあ、いろんなレビューもいろいろ参考にしましたが、まあ、実際撮ってみてどうかなっていうのはね、まあここで言葉で説明するよりも、まあ、実際見てもらった方がいいかなということで、ZV-E10 のレンズキット、まんまそれだけで、撮影してみました、では見てください。これなんだっけ、あ、そう、 ZV-E10 ね、 ZV-E10 の実装アイテムですね。これこのシューティンググリップ純正の上にね、アルカセイスボタンの、なんですか、これ受け側のやつくっつけてますけど、これね、α7C の時に買って、α7IV でも使ってるんですけど、まあ、やっぱりね、Vlog カムの方が合うかなと思って、ZV-E10 で使おうと思います。あ、後ろね、これスタンダード手ブレ補正ですね。現実ね、ローリングシャッター現象が激しくて、ちょっとこれ、アクティブ手ブレ補正使ったところでっていう感じですね、こういう取り歩きはね。だったら、少なくとも顔自撮りだったら、なんか、スタンダード手ブレ補正の方がマシかなという気がしてます。まあやっぱりこういうショット、まあ、α7IV だったらバッチリ撮れるけど、なんだろう、もうズームアクションとかね、まあ、アクションカム使った方がいいと思いますね、手軽でね。なので、まあそういうのを緊急避難的に、もしくはこう顔アップでね、多少背景がブラングランしても気にならないシチュエーションで気にせず使うっていうのがいいのかなと思います。なんかこういう何の変哲もない昭和のビルみたいなの結構好きなんですよね、ちっちゃいビル。いい味出てんな。焼きそば、ラーメン、この間買ったホープ軒、中華そばホープ軒って、これ何、本当にある、あ、吉祥寺にあるラーメン屋さんなんですね、まあ、そこのコラボ商品なんでしょうね、の生タイプのラーメンをね、お昼に食べます。さて、2分から2分半茹でるタイプ、生麺タイプですね、期待できそう。よし、ちょっとね、手間なんで俯瞰撮影はしませんけど、よいしょ、おお、こういうスープなんだ、なるほど、おお、そう、はい、うわ、レンズが曇る、曇っちゃうんでしょうね、よいしょ、そして、ジャニー来ないです、よいしょ、よいしょ、おお、美味しそうじゃないですか、これ。ほら、どう？あ、湯気が、曇る。お手軽で、お手軽装備でね、ミニでもないミニ三脚使ってね、撮影してるんで、俯瞰にはなってませんけど、こういうアングルで撮るとね、だいたい床に変なもの映ってるんですよね。胡椒。ところで、胡椒ね、ない方が美味しいような気もするんですけど、
僕はこれを入れた方が、なんだろう、チープな感じがして好きなんですよね。こういう普通の胡椒ね。じゃあ、いただきます。あまり食べるとこ乗せてもしょうがないんで、最初だけね。最初だけお見せして。これ、一番広角側かな。レンズキットの一番広角側、16ミリ側で、今 F3.5 です。でもどうですかこれ。実際に Vlog とかでね、こうやってなんか食べに行って、まあお料理撮るとかいう時も、こんぐらいボケたら十分じゃないですか。あんまボケすぎてもね。まあもう一声ボケても別に困りはしないけど、まあでも十分ボケますよね、これほら。どうですかね。ピント合ってる。ああ、ピント合ってるしね。ほら、いい感じにボケるでしょ。はい、いただきます。実際、どうですかこれ。ね、お店とかでやるとしたらこんなシチュエーションじゃないですか。今手持ちでね、手持ちで、うわぁ、ラーメンみたいな。ね、いい感じにボケますよ、これ、きっとレンズとも。まあ、そんな感じでね、こんな感じで撮ると思うんで、どうかな、十分いいと思うんですけどね。あんまり言うとき。にゃん。チャットラが来てくれた。にゃん。にゃん、ほら、濡れないよ。ほら、傘だよ。うん。どういうの？傘です。傘があります。はい。傘ね。傘差してます。チャットラね、もう振りたいんだけど、左手に傘、右手にカメラで、もう振れない。部屋も振り。もふもふもふ。久しぶりじゃない？ちょっと。うん、うん、足でも振ってあげる。足もふ。足もふね。お、足もふ。いいね。太ももでモフモフしてます。どうも。はいはいはい。なんか久しぶりね。尻尾あったかいんでしょ。めっちゃ毛が、めっちゃ毛がくっついてる。すげえ。取れないよ、毛が。ほら、ほら、魚、落ちてるよ。この、はい。はい。はい。煮干し、ゲット。残り物の煮干しを。でこれ手にまだ手がついてる。はい、どうだったですかね。まあいつもとそんなに変わらないかなと見てる分にはね、いう感じかもしれないです。まあ普段ね自分で撮ってるんで、そっちの方からすると。まあ、手ブレ補正なんかはやっぱり α7-4 はえげつないですよね。ボディ内手ブレ補正が、ありますか、内蔵していて、さらにそれもよく効くし、アクティブ手ブレ補正もめちゃくちゃよく効くしで、なのでね、取り歩きの映像も滑らかなやつをね撮れますんで、そういうのと比べるとね、これはもうボディ内手ブレ補正なくて、この場合ね、キットレンズ これにね、光学式手ブレ補正があるんで、まあそれで手ブレ補正は入っていますけれど、アクティブ手ブレ補正なんかはね、ちょっとクロップ率がね 1.44 倍かな、クロップされすぎてちょっと使いようがないなと思って、このキットレンズの場合というわけで試したんですけど、まあ僕はいらないかなっていう感じですね。まあこの組み合わせでは、というふうにしてますけれど、うん、まあそれ以外のところってまあいつもの感じで撮れますよね。あといつもと違うところで言うと、まさにこのレンズが違うっていうところですよね。いつもはね、これこういう 20mm の F1.8 ね、フルサイズで 20mm の超広角で 1.8 の大口径、まあ、こんなので撮ってますからね、あれなんですけれど、まあ、そういうレンズから来るもの以外で言うと、まあ、そんなにいつもと遜色ないんじゃないかなと思います。まあ、実際にはね、僕も撮ってて、さすがに α7-4 の方が何もかもいいなと思いますよ。画質も良いし、
ダイナミックレンジですよね。やっぱ白飛びもしにくいし、黒つぶれもしにくいし、まあそういったところの違いはありますけれど、まあでもどうなんでしょう、どこまで求めるかなんでね。まあ正直僕の Vlog とかって、まあ、これでも結構十分ですよね。まあそれぐらいなので、まあ、結構楽しめました。まあ気になるところはもうローディングシャッターですね。そこが一番気になるかな。結構そこは顕著なんで、こうカメラはこんな感じで振り回してね、あの素早くパンしちゃうみたいなところだと、ちょっとそういうところは気になりますね。まあ普段使いで、まあまさにもう僕の Vlog そんなに気をつけて撮ったわけじゃないんで、まああんな感じで良ければまあ普通に撮れるかなっていう感じですね。まあ僕の場合これでこれだけで撮るっていうつもりは全然ないんですよね。あくまでもこれはサブで、メインは α7-4 で撮るので、まあとはいってね、やっぱこのコンパクトでね、あのこのマイクも全部これだけで収録できちゃうっていうところが非常に魅力なので、もう普段の Vlog の中でもこの ZV-E10 は使っていきますけど、これだけであえて撮るってことはまあそんなにないだろうなとは思いますね。